フィギュアスケート US インターナショナル14日日本時間15日米レイクプラシット男子フリー4月の世界ジュニア選手権で優勝した米国の17歳イリア・マリニンが前人未到のクワッドアクセル4回転半ジャンプイコール 4A を世界で初めて成功したフリーの冒頭で挑戦ししっかり片足で降りた 公式記録のジャッジスコアに基礎点12.50 5へ、出来栄え点プラスイコール成功を表す1.00点数が加点された前日のショートプログラム SP は6位4回転ルッツで転倒するなど71.84点と不本意な発信だったが巻き返しを狙うフリーの冒頭で世界を驚かせた2月の北京オリンピック 五輪で、冬季大会に連覇王者の羽生結弦27がフリーで挑んだ大技回転不足で転倒したものの国際スケート連盟 ISU 公認大会では初の認定を受けていたマリニンは歴史を塗り替えた初の成功 ISU 公認のチャレンジャーシリーズで 4A の声 プラスを刻んだ。今季の競技会自身初戦で決めてしまった。四回転ジャンプ六種類の中で唯一。成功者がいなかった大技がついに現実のものとなった。演技が終わると笑顔を見せ。大歓声を浴びた。得点を待つ間も、観客席に向かってガッツポーズ。 フリー185.44点の合計257.28点で優勝も飾った。4A e 以外にも、次に基礎点が高い4回転ルッツ2本や、最後の3回転ルッツ、トリプルアクセル3回転半の連続ジャンプなど、異次元の高難度構成だった。新時代スケーターだ。 インスタグラムのアカウントを QuadGlade4 回転の神とするほどジャンプに自信を持っておりこれまでも練習で4回転半を着氷する動画をたびたびアップしていた今年7月に初来日したサイのアイスショードリーム・オンアイスでは練習中に4回転半を何度も降りておりその後も滞在中に連発 関係者を騒然とさせていた。両親はともに2度の五輪出場があるロシア生まれのウズベキスタン選手母タチアーナ・マリニナさん49は4大陸選手権やグランプリ GP ファイナルで優勝父ロマンス・コルニア・コフさん46は長野五輪19や NHK 杯4位などの成績を残した 二人のもとに、米バージニア州で誕生した、マリニンは、幼少期から両親の英才教育を受け、今年1月の全米選手権で、姉さん、チェン・北京五輪金メダルに次ぐにと成長した。しかし、北京五輪の米国代表には、シニアの実績不足から選ばれなかった。26年、ミラノ・コルティナ・ダン・ペッツォ・ゴリニエ、 新たなスタートとなった昨季の世界ジュニア選手権では合計276.11点のジュニア世界最高記録を樹立していた。ハニューゆずフォトメッセージ集第2弾発売決定人々を魅了する言葉に迫るプロフィギュアスケーターのハニューゆず選手の56集ハニューゆずる562ピアが10月3日に発売されることが決定した 2015年、観光、波ユズル5 6に続くフォトメッセージ集の第2弾となる。波ユズル選手は、オリンピック2連覇、グランプリファイナル4連覇、世界最高得点の獲得と更新、前人未到の4回転アクセルへの挑戦など、フィギュアスケート選手として数々の偉業を達成。 7月19日にプロ転校を発表し、アスリートとしてさらなる挑戦を続ける決意を表明した、羽生結弦選手の言葉は、輝かしい戦績とともに人々を魅了している。記者会見やインタビューなどで語られる言葉は、いつも真摯で率直だからこそ、人々の心を動かす。同書では、 ハニュー選手の2015から16シーズンから21から22シーズンの言葉の数々を厳選。印象的な写真とともに収録。進化と成長への挑戦。悔しさを超えた勝利への執念。王者としての孤独。応援してくれる人々への感謝。そして希望を力に変える思いが込められた言葉を振り返る。 アスリートとして、人間として成長し続けることを目指す羽生結弦選手が、進化に挑み、戦い続けた競技生活の集大成となる5、6週となっている。